じゃあ、よっしゃ、とりあえず初陣勝利、バッチリ、この勢いで一気に最強の10年のチームになるから、大丈夫、いけるよ、俺は強いぞ。なんか小峠がいつもと違う、なんか明るいテンションを持ってる吹っ切れた感じがすごいよ、このね、来たんでね、きっとこのクロスロットのね、引っ張ってくれるリーダーになるのかな、今度は。いいんすか、俺リーダーで。もちろん、引っ張ってくださいよ。二人が認めてくれんやったら、俺はもうほんまに、そこは責任持って、二人、しっかり引っ張っていかせてもらうし、こういう小峠が今までにないわけだからね、そういう風な立場の小峠が俺は見てみたいね。最強のジュニアチームになるから、任せてくれ、俺についてきてくれ。前だけ見て、ほんで緩めることなくエンジン全開フルスロットルや。というわけで今日もムイ・ビエン岡田選手。いや、いいっすね、岡田いいんじゃないですか。なんか最近蹴り使うなと思ってね、ちょっとどんな感じか気になったんだけどね。まあ蹴りしたいというか、なんか蹴りっていう自分の得意なものを伸ばそうっていう、そういう気持ちが前へ前への気持ちにね、つながっているような感じのね、ファイトスタイルでしたね。今日だから結構押されたし、結構ダメージもありますよ。はい、私は私で自分のペース、自分のリズムでね戦う。これがね、明日への扉の近道だと思ってます。はい、突然の挑戦表明でしたけど、まあね、チャンピオンが誰の挑戦でも受けるって言ってるからね、その辺はきっと嘘偽りはないでしょうから、誰のでも、そのキーワードは OK ですね、僕にとったら。もちろん強いですよ、強いけどね、勝てそうだしね、そうじゃなかったら頂点表明はしないし。僕の立場からすると相性がいいのかもしれない。まあ先週の僕もちょっと見てたってこともあるけど、そうですね、斉藤さんほどかっこよくいかなかったけど、まあ、吉田、This way、ちょっと待ってください。ね、デュプレイ coming な。なお、GHC タッグチャンピオンな。ミア・ワイガー、Soon、レネ、一番チャンピオンね。ノアニューホープ、清宮海斗は、それノアのホープかもしれないです。俺は必ずノアの新しい力になってやります。清宮海斗に今まで何回も負けてます。もう負けたくないです。絶対清宮海斗やるときは、もう二度と負けません。以上です。なんだ一体、稲葉選手。一体何ですか、ここはノアのリングですよ、ノアニューホープ、ノアの志ある、奴らがやってる中で彼は何で入ってきたんだ、タックル組んだ時とは違う目してたぞ。戦うという決意表明なんではないか。あれが決意表明なんですか、だったらもっと主張していいと思うけどね、俺は。ライバルになるんじゃないかみたいな声っていうのも多いと思う、いやもうはっきり言って成長著しいというか、知らない間にね、グンって伸びてるからそこはびっくりするところありますね、ただやっぱり今後の中として、収まっていいのかなっていうのは、いやでも縮まってますよ、俺だっていつ抜かれるか分かんないっていう危機感を持ちながらやってるんで、